またお前か。神出鬼没だな。ついてこいって。分かっ、昔の人間たちは星と星を一つ一つは意味をなさずとも、集うことで新たな意味を帯びることもある。我ら妖魔も人と結びつくことで新たな力を得られるやもしれん。教皇庁と接触する予定の妖魔ってあなたのことなの？聞きたいのは私の方よ。純血の妖魔との交渉人がどうして混ざり者のあなたなの？教皇庁の都合なんて知らない。ただ私は夜の封じ方を知りたいだけ。夜の封じ方ですって？それを聞くあなたは人間かしら？試す必要がありそうだな。なかなかやるね。
見事です。こんな邪妖と渡り合えるなんて、あなたはやはり人間ではないようね。だがせっかく集めた青い血を吸わないとは妖魔でもないようだな。私は私よ。人間とか妖魔とかそんなことは関係ない。今日ならば聞かせて。あなたは夜の君についてどこまで知っているのかしら。夜の君は妖魔の王だと聞いて、妖魔はその妖力の強さで下級、中級、それはもはや神。そこまで理解しているならば、夜の御方が我らにとってどのような存在かもわかるだろう。夜はこの世界を闇の一色に染め上げる。そこで生きられるのは純潔の妖魔だけ。そんな奴が再び力を持っては我らの自由を奪われてしまうのだ。だったら夜の君を封じる手立てを教えて。封じるのではないの。封じるのではダメなのよ。封じるのではなく。どうしたの。闇の蝶が集ってきただろう。私の中に流れる。だが言わねばならぬ。夜は倒すしかない。名を呼ぶ者降臨に、その名を認められればお前も夜とまみえるだろう。